車の自動運転について国内で初めてとなる実験です。沼津市の道路で今日、自動運転バスの走行に合わせて信号機が優先的に青信号に切り替わるシステムの実証実験が行われました。公道を走っているバスは自動運転で走る電気自動車です。今日から始まった実証実験は沼津市と県、群馬大学などが協力して行いました。緊急時のためにドライバーは乗っていますが、 JR 沼津駅から沼津港までの間の公道を最高速度時速19キロで走り、街並みの風景をゆっくりと楽しむ観光客の乗車などを想定しています。この車にはですね、信号と連携をするためのコンピューターが後方に載せられていまして、車の位置をですね、交通管制システムに送って、そこから交通の状況を見てですね、信号を変化させる、というような機能を持っています。これはバスが近づくと青信号の時間を長くするなど、信号をコントロールする優先信号制御という機能です。自動運転バスが決められた時間通りに公道を走るのを支援します。優先信号制御と公道での自動運転とを組み合わせた実証実験は国内初の試みです。今バスが近づいてきました。こちらの交差点の信号もちゃんと青に変わっています。今日は県や沼津市など関係者が集まり、最先端の自動車を体験しました。もうちゃんと信号を感知して、で周りから来る車とかですね、オートバイとか状況というのを感知しながら、しっかりと進んでいくというような状況を見ましたもんですから、安心して乗ってられるというそんなような感じでしたね。しっかりと検証した上でですね、未来の都市に向かったいろいろな街づくり取り組みを行っていければなと考えているところでございます。この電動バスには沼津市のホームページから事前に予約すれば一般の市民も乗車できます。 JR 沼津駅から沼津港の間を1日7往復し、今日から今月31日まで運行します。